あ、今回も戦国無双真田丸やっていきたいと思います。まあ、前回西条さん突破戦を退け、次の一手を2個使いましたね。で、今回も次の一手使える限りは使っていきたいが、2個までしか使えないのでちょっと微妙かなという中で、今回8万バラなんでしょうかね、戦い。あ、2個かな、使えそうですね。次の一手は上杉謙信の進軍を妨害と、山本勘助の開門時間を短縮。わかんないな、片方。勘助がどういう状況に陥るのか、次第ですかね。すでに勝ちは見えておる。オッケー、行きましょう。オッケー、分かってますよ。あ、効果か。あ、追撃をしてくるんだね。ちょっと待って、今重要なの見てなかった。あ、レベルが上がって増える式ね。防御でも上げとこうか、じゃあ。飛躍。何をしたらよかったんだ。武田信門かなの体力半分以上に残して救援。はあ、二打兵全滅させずに救援。なかなか状況によるな、それ。両方とも、お、いいね。なかなか健康な陣だな。神社ですね。まあ、大抵戦国時代神社とかに陣を引いたりするんでね。すっかり囲まれちゃったね。舞台以上まで一時引きたいところじゃが、無視する。剣心に引き継ぎ戦法を読まれたは我が不覚。命に変えても親方様の態度は開かねば。あんま時間取ってる場合じゃないか。さあ、動画じゃね、全く伝わらないと思いますけど、マップの広さやね、詳細なディティール、あっか、ディテールとか、あとまあ、人の質感もね、前作よりね、結構、若干ではあるけど、進化しますね。使ってみよう。大体出てくる。開門時間起きておく。これなら早く開門でき。もう開く？先の戦で正幸が叩いてくれたおかげよ。もう開く。結構でも止まっちゃうんだな、これが。真田の小せがれに受けた傷が。あ、待てって。柵が破れた面積から突っ込んでくるか。山本勘助、そこが知れたな。なんとでも言うがいい。親方様を生かす。これが勘助最後の策よ。かっこよすぎるだろ、お前。あった。敵将、打ち取った。痛い痛い痛い。ジナサロリンのめんどくさいんだよな。降りよう。これまで。あれは門が開く時間でしたね。勝つのは開けた。あとは頼むぞ、マサイキ。取り入ってんの。ああ、死にましたか。親方様、勘助様が。勘助の死を無駄にでき、急ぎ脱出するよ。こっち側なんだよな、このまま。まあまあまあ、手術でも死んでるんでしょうがないですね。親方様、ご無事を信じておりましたぞ。信玄がこちらに。もろずにごとくに手を焼いたあげく、この始末か。この危機を脱すれば、兄上は必ず巻き返す。何としても守り通してみせる。だいぶ武将がおりますが、倒していこう。無駄たらきなど自慢にならん。軍によって、ね、やり方が違うのかもしれないですけど、武田家ってなんか戦死者が多いイメージがありますよね。長篠の戦いとかほぼ死んでますから、ね、無駄たらきなど自慢にならん。やっぱ戦い方が違ったりすると、指揮官が死ぬのが多いっていうのは結構問題です。
小田家あんまり武将しないイメージですね。流しの一個一個くらいよ。救援艦隊下の方間に合うでしょうか。体力半分以下だとダメっていうのはあるのでちょっと見ましょうか。一旦確認しよう。全然だな。マックスだな。1ミリも減ってないじゃん。よし、今日ですね。ああ、飛ぶしかない。天下あれ車に轢かれるより痛い。信繁までが行ったというのか。あいつの撃破は2分以内か。ならどけろ長尾正影。お、ここは任せよ。やったね。あんま使う気なかったけどまあしょうがない。ただすると5分へしつこい。だいぶ減ったね。家を借りるばかりの増強を。これ使えないんだよな。これ使える方、使った方がいい。体の個性がね。奴に受けた傷が。ギガさん。勝手なイメージだけど、前作よりなんか戦場感がある。ペインがなんかまばらに散ってますね。どこ行っても兵がいるみたいな。無茶をするんじゃないよ。まあ敵が今優勢ってのもあるし、弟助けに行こう。弟じゃない、弟か。親方様、剣心が迫っております。このまままっすぐお逃げください。ぬば働きなど自慢にならん。もう行った方がよろしいか。こっち側から行っちゃおうか。ここまではたやすい。引かせてもらうわ。来たのはいいけどどう通れる。ここは無理か。足止めも果たせず、うん、あいつ倒せばいいんじゃない。今先よ、千万人たちも俺を真似たわ。めちゃくちゃ猛将なんですけど、マリに犠牲が多すぎる。止めてみるか。めちゃくちゃ強いかもしれない。そろそろ日が沈む頃合いか。夜は食らったら一撃で死ぬとかあいつ気をつけな。無理して剣心にやっちゃダメだよ。今は引くのが先決じゃ、ね、あれめちゃくちゃ強いぞ。あ、分かった。剣心を止めるには束になってかからねば。ここのこと現れたのが運の尽き。おみこじめたろ。人間これ全員倒すべき。全員倒すべきか。やはり伏兵を用意していた。やることにそつがないの。敵将打ち取ったり。あれ無視しちゃいけないのか。敵将打ち取った。戻って倒しに行かないか。剣心なんか今足止めは効いてるっぽいけど、ああ今か、そういうことか。信川様が襲われております。救援をお願いいたす。このままでは信川だ。正幸、信川の救援に向かってくれぬか。無理無理無理。では先行いたします。剣心が迫っておりますよ。ご用心。こいつを攻めて倒さないといけない。敵将、打ち取ったり。これが2段兵、うわ
守れる気がしないよ。このニダを何としても運び込むのだ。ナイキか。出るものか。このニダは上杉がいただく。いや、ちょっと俺これ一瞬で倒すけよ。じゃあ。手働きなど自慢にならん。よるか。まもなく海津城だ。海津城の兵と合流できれば巻き返せるはず。海道ここまで来て足止めなどさせん。戦争に蹴散らしてくれ。助けたんじゃね、これで。よし、行こう。勘助様、信繁様まで討ち死にされまして、信門様まで失うわけには参りません。二打兵全然見えないんだけど。ナイキ大丈夫か。二打が日が落ちた。大丈夫か。反応的にやられたっぽいけど、全然見えない。あ、大丈夫。ナイキ大丈夫？あいつこっち来てない。ああ、剣心が。こんな怖い剣心初めてだな。まだ引かない。引かないって感じ。まだ馬乗ってないの大きいな。秘策は二度は通じぬだろう。それでもその気迫心地よい。何か見せると同様なことだ。あの不気味。ここまでは異常にやられていく。こうやって倒さないといけないの。いや、もう目の前まで迫ってきているんだ。引かないと。ああ、とりあえず兵を倒すのか。ナイキ大丈夫なの。 OK、 これでいいんじゃない。ここまではたやすい。あ、ここ通る必要があるのか。親方さん、急ぎ城内。いやー、すごい剣心怖いね。迫りようが尋常じゃなかったな。犠牲は大きかったですが、親方様さえご無事なら反撃も。そう、じきに木続き部隊が戻る。戦はこれからだよ。さあ、勝利です。いや、武田軍にもこういう展開があったんですね。徳川のね、小牧長くてじゃない。あ、リーダーできてないっす。申し訳ないな。まあでもエースだからいいんじゃないか。救援はどういうこと。助けは助けた気がするけど、多分ナイキじゃなかったんだろうな。さあ、次がじゃあ本戦というかラストの戦いか。大雄寺川中島は武田信玄は上杉謙信の追撃を振り切ったが、武田軍の被害を大きく敗北は必須かと思われた。そこへ待ちに待った高坂正信ら別動隊が到着。信玄は上杉軍を挟み撃ちにしようとする。みんなよく耐えたね。反撃と参ろうか。上杉謙信は武田別動隊の姿を確認すると善光寺に撤退。そこで動きをピタリと止めた。剣心、まるで場所を待っているかのようだね。戦うのかな、これ以上。親方様自ら前線出られると。危ういのではありませんか。そうだね、勘助の死を無駄にしないと。あと弟ね。いや、できる限りこれ達成してーけどなー。やっぱ二打兵を救援しないことによって一手が解除されないのか。
なかなか、そうか、これ連鎖していかないといけないんですね。じゃあ重要なのちょっと逃した感があるな。というところで、じゃあまた次回お会いしましょう。